都議会では今日2008年度の公営企業会計についての決算特別委員会が開かれ、各会派から築地市場の移転や八ッ場ダムについての質問が相次ぎました。午後1時から始まった特別委員会はおよそ4時間にわたってこの会議室で質疑応答が行われています。公営企業会計決算特別委員会は、中央卸売市場会計や水道事業会計など、都の公営企業の決算を審査する委員会で、今日はそれに関連する質問が数多く寄せられました。築地の移転はまず豊洲ありきであったと思われますが、豊洲を選定するに至った時期及び経過について改めて確認させていただきます。中央卸売市場会計では民主党の都議などから築地市場の耐震対策やなぜ豊洲が移転先なのかなど改めて築地市場の移転中止を求めるような質問が相次ぎました。また水道事業については八ッ場ダムに関する質問が相次ぎ、八ッ場ダムが完成するまでの間どのように水を安定供給するのかなど必要性も含めて質問が上がりました。